はいどうも J チャンネル J です、お元気でしょうか、今回はですね商品提供いただきました、超テックさんの方からですね、ワイヤレスの充電器と受信器をいただきましたので、ちょっとレビューしてみたいと思います。最近ねイヤホンから始まってね、あのワイヤレスがね非常にねこうまあ流行ってるわけですけど、こちら方ですねワイヤレスのこちらと、この2つですね、充電器とあれですね、2つちょっと開けてみたいと思います。はい、これケースになってるんですよ。ここにこうなっていて、ケースになって、これ僕ね白なんですよね。白くれないかな。だから当然この買ったケースはね使えないわけですよね。これちょっとこう剥がして、これをこういう風な感じでこうやるのかな、どうなるの、あ、ぴったりこういう感じになりますね。ちょっとね白にしてくれないとやったのにな。まあこれが、これをこうやってやって、あとはこちらですね、こちらの方をそういう風な感じになってるんか、ワイヤレスってこれですね、こういう感じになっていまして、これですね、これをこうして、ここで USB にこうつないでちょっとやってみます。はい、今ねこういう風にこう来て、USB につないでこれをこうグッとこうやりましたと。やって何にも今してないんですけど、何にもしてないんだけど、これこういう風にしたら、あ、見えます、わかりますか、これがですね、こういう風に今ね、今何もないでしょ、こう何もないでしょ、ここね、ここですよ、何もないでしょ。これをですねこう置くとですね、ビビッといって、ほら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 、これで充電開始になってるんだ。わ、すごい、何もしなかった。開けてカバーをつけて、そして USB につないでこうやってやれば、あ、これで急速充電ができるわけです。素晴らしいですね。でこれ離せば、これが多分着地こうしっかりこうピタッと、あ、ピタッと来ないとダメなんですね。ちょっとでも離れたらダメなんですけど、これだからこの接触してる部分だったら OK ってことですね。この画面側だとダメで、このケースがついてる裏側でないとできないかな。そうですね、こっちの画面の方ではを置いたんじゃダメで、こちら裏側ですね、裏側を置いたら、そういうことね、あははは、わかりました。これじゃダメなんです、こっちの方を行かないとダメだ。ここにあるからね、ここにこうこっちの方にあるんでしょうね。ちょっとね若干今までの使っていたケースよりかはちょっと大きくなりますね。このね 1cm もいかないかな、 8mm か 9mm ぐらいはちょっとこうね出っ張っちゃうんですよ、これがね。これをつけたままでないといけないわけね。ああ、そういうことですか。ちょっと僕のね考えていたのとちょっと違いました。僕はねこのままそのままそのワイヤレスかなんかでこれをね裸のままでもできると思ってたんですよ。あ、やっぱりそうですね、そう、これ取るとき、あ、ね、裸のままでこれがね、できれば楽ですよね。まあ、できないわけね。あ、そっか。ここにこうなんかないとダメっていうことだから、ね、これをしっかりこうやって。でもこれちょっとでかくなるな。だけど、でかくなるけど、充電のときだけいちいちこうやってやってればさ、意味ないよね。意味ないよね。だからこれでやるしかないのか、ちょっと。まあ、慣れでしょうね。ちょっとね試してみたいと思います。ちょっと色がねちょっとあれですけど、はい、つけた時の外観はねこんな感じです。こんな感じです。でここ横ですね。でこっちでちょっと若干一つだけね問題点はこのイヤホンですね。イヤホンで線のねコードのそのイヤホンつけてる方はちょっとこう遠いですね。ちょっと遠いから、まあ、僕はもうね全部ワイヤレスだから問題ないんですけど、線のイヤホンをつける人はちょっとこれが大変かもしれないですね。はい、本当にねここにねランプがつくんですね。これねランプがつくんですよ。ついたら OK ということですね。で外れたらちょっとこっちがうまくいかなくなって、真ん中でこういう風にしたら OK ということですね。いやいや簡単ですね。まあ少しこれが何ミリかはあれしますけど、まあ慣れれば大丈夫だと思いますね。色はちょっとあれですけど、まあねこれちょっとやってみたいと思います。これがですね、超テクさんのですね受信機とね、そのワイヤレスの、充電器なんですけど、こちらの方がですね T511 なんです、ね、これはですね僕の今提供いただいたやつは今僕の iPhone がですね iPhone5 なんですね。でこれがiPhone5 と、
5S ができるタイプなんですけど、他にはですね、超テクサの方からですね、iPhone 6とか6 Plus、Galaxy なんかも出ておりますので、ちょっとリンク貼っときますね。で、またいろんな他のもありますので、よかったら見ていただきたいと思います。はい、今回はですね、iPhone のですね、充電器、ワイヤレス充電器と受信機のご紹介でした。はい、ではまた。いいね、楽ですね。いい感じです。はい、ではまた。